皆さんこんにちは。今日はですね、100均に売っている LED ライトを使ってちょっとおしゃれなランタンを作ってみようと思います。で、今回使う LED ライトはこちらになります。こちらの LED ライトを使ってちょっとおしゃれにカスタムしてみようと思います。中身がですね、じゃじゃーん、こんな感じで USB タイプですね。 USB タイプでこちらが LED になっていて、ここにですね、吊り下げ用のフックがついています。そしてここを回すと、キャップを外すとこのように LED ライトとこのキャップがですね、離れる作りになっています。で、今回は今ここにですね、ここのキャップと本体の間にステンレスボール、深型というタイプのボールになるんですけど、こちらにですね、ここに穴を開けて、先ほどのここにですね、その穴にポスッと刺して、このようなおしゃれなランタンにならないかなと思って、今回ですね、挑戦してみようと思います。鍵だね。これが入らないって、一回この線をちぎらないか、間に挟むので、こっちやこっちの中で、まあ簡単なんだ。でも切るかなって、もう切るよ。じゃあThank you.
こら辺がですね、あのプラズマのちょっと炎が当たったのか、あの焼けたようなですね跡がちょっと残ってしまって、まあ、ピカールで磨いてもですねちょっと取れにくい感じですので、まあ、これで良しとします。それではですね、あの100均に売られている LED ライトがどのように変化したのか見ていこうと思います。完成した LED ライトはこちらになります。ででーん、こんな感じで、ここがですねネジ式になっていまして、このようにね、あの LED ライトを差し込んで後ろからネジで挟み込むような形で止めております。そうすることによってこのボールがですねガタつきもなく綺麗にジャストフィットします。で、外装の方はステンレス の表面がツルツルしてましたので、ペーパーをですねかけて塗装の被膜がですねくっつけやすいように加工しました。で、塗った塗料はマットブラックになります。こんな感じでちょっとシックな感じで、まあ、男前なかっこいいライトに仕上がったと思います。そしてここの上の方はと言いますと、ここにですねフックがもともとついていたんですけど、それにこの紐がちょうどうちにあったのでそれをつけてみました。早速ですね電気の方を点灯してみたいと思います。スイッチオン。ピカ。この内側のシルバーと外側のマットブラックがなんかいい感じにですねレトロ感を醸し出してくれて、結構ねなんか200円にしてはおしゃれにまとまってるんじゃないかなと思っています。まあ、完全に自己満足なんですけど、まあ、これはこれでねありじゃないかなと思ってます。はい、今回はですねこの100均の LED ライトをちょっとアレンジした動画だったんですけど、どうだったでしょうか。このねちょっと手を加えることによってレトロでおしゃれな感じに仕上がったと思うんですけど、これをですね実際にキャンプに持って行ってぶら下げてみてですね、どんな感じでライトアップしてくれるのか試してみたいと思います。まあ、そこら辺も含めてね次のキャンプがとても楽しみです。それでは今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。